K, Mix ナイトピンそばは、静岡 FM 放送で放送されていたラジオ番組で、ある。2017年4月の開閉により、K Mix みんなの 19HR と、メゾンで、アミの21時代が枠統合され、約3時間の生アイド番組として、放送開始。2020年3月までは、K Mix 本社1階のオープンスタジオ、 ビューショートトーンから公開性放送されており、放送中のスタジオの様子は、K-Mix の公式ウェブサイトで約10秒おきの静止画像ではあるが閲覧することができた。K-Mix のみの一曲ネットであるにもかかわらず、ラジコプレミアムのエリアフリー機能によって県外からも広く聴取されている曰いく、ほぼ全国放送。番組リスナーは主にバナナーと呼ばれている。 一週間を通して一つのメッセージテーマが設けられ、リスナーからのメッセージが紹介されているほか、通常のメッセージなども随時紹介されている。また、番組独特の用語や雰囲気などを了知していないリスナーからの質問が読まれることがある。これについて、鬼塚は番組のウィキペディアを見て、としている。本番組では曲のリクエスト受付はされていない。 放送中に流れる洋楽は洋楽の給付を中心に気持ちの良い曲がかけられている。2021年3月1日の放送にて同年3月31日をもって番組が終了することが発表された。当番組に出演している鬼塚川崎は同年4月1日より月曜日く木曜の昼に放送される K ミックス Wiz のうち水曜 木曜を担当する。番組内では、ラジオネームとは別に、それぞれのリスナーに対し、鬼塚が鬼ネーム、川崎がレーなネームをつけることが高齢化している。鬼ネームは、霊霊鬼、鬼霊霊などある程度投稿内容を踏まえたものになっているのに対し、レーなネームは投稿内容とあまり関係なく、偶然川崎が思い浮かべた単語であることも多い。老眼ネームや、 チコツネームなども登場することがあるが稀である。こちらは鬼塚によって名付けてられている。バナナネームこれは2019年3月28日まで出演していた高橋マナがラジオネームバナナンというべきところをバナナネームと読み間違えたことから始まったものである。このバナナネームの命名をリスナーから希望されることがあり高橋が名付けていた。またリスナーによっては リスナー自身が考えたバナナゲームを高橋に承認してもらうこともしばしばあった。バナナマイナスもこれに由来している。川崎就任後のタイムテーブルコーナー高橋、出演当時のタイムテーブルコーナーその他、高橋交番以前に終了したコーナー優秀な投稿に対し、両パーソナリティの独断でレナ賞、鬼、賞としてプレゼントしている。プレゼントは期間限定。 数量限定のものもあり、常にもらえるというわけではない。ゲスト一覧、ありがとうございます。